ナマステ。皆さんこんにちは。いつも動画見てくださってありがとうございます。奥能登のパワースポットで田舎暮らしをしてます。デイビーチャンネルのデイビーです。自宅で15年間ほど、失敗する料理面に料理教室開いてますが、最近ではケーキ教室も開いてます。そしてこのチャンネルでは、まあ、失敗する料理はもちろんなんですけど、身近にある食材などを使って、で身近にあるというかちょっと畑やってまして、自分の畑で採れた食材などを無駄なく使う方法とか保存方法とか美味しい食べ方など紹介してますので、興味がある方ぜひともチャンネル登録して見てみてください。日本の食材はもちろんなんですけど、日本では普段まだあんまり使い慣れてない食材、例えばこの青マンゴーもそうなんですけど、ついこの間まで日本ではあんまり手に入らなかったんですけど、最近まあ日本でもマンゴーはすごく身近な果物になってきてますので、手に入るようになりました。もちろん私も日本に住んでるんですけど、まあ、最初の頃は本当に青いマンゴーどころか熟したマンゴーすら買えない状態だったんですけど、今では簡単にメルカリや楽天とかアマゾンとかでも簡単に熟したマンゴーはもちろん青いマンゴーも買える時代になりました。でマンゴーって熟して食べて当たり前、そういうふうに思ってる方もいますので、そういう方たちでもその青いマンゴーをもっと美味しく身近に感じてもらえるような動画を作っていきたいと思います。この青いマンゴー可能性は無限です。ちんどんどんします。今日はこの青いマンゴーの特徴、さらに栄養素と食べ方、私が今シーズンできる範囲で説明しながら動画作っていきたいと思います。一品すぐに誰でも作れるソースというかアチャー的なものを最初作っていきたいと思います。ぜひとも動画の方最後まで見てください。動画が気に入ったらいいね、チャンネル登録もお願いします。マンゴーってウルシ科の植物でアクがすごく強いんですね。新鮮な状態ほどアクがたくさん出ますので、新鮮な状態ほど注意していきましょう。だって肌の弱い方は必ず手袋をするようにしましょう。今日は日本人がよく言うマンゴーチャスネみたいな料理をしていきたいと思います。今日するのはマンゴーチャスネじゃなくてマンゴーチャットネです。そのチャットネの名前の由来も最後の方に説明します。3つ使っていきたいと思います。でこの軸の方ちょっとこんな感じでパキッと割りますね。ここから汁が出てきます。もう見えてますか、白い汁がほら溢れるように出てきました。これがマンゴーのアクです。このアクを早く抜くためにこのヘタのところね、ちょっとこんな風に切ってしまいましょう。きれいに拭いておきます。青いマンゴーでもすごくいい香り、甘そうな香りではなくて酸っぱいんだけどすごくいい香りがします。マンゴーも食べてて誘うような香りがします。ちょっとだけアクが気になるので、たくさん触る方の手に手袋していきます。こんな感じでまずマンゴー全部剥いてしまい、ちょっと力入れてピーラーで剥いても構いませんし、包丁使っても構いません。剥きやすいように。アクはどちらかというとこの皮と果肉の部分の間ぐらいにあるので、抜いてしまったらもうだいぶアクがなくなりますので、もう気にしなくて良いかなと思うんですけど、まあそれでも気になる方も一回洗ってもらっても構いません。そしたら以前熟したマンゴーの説明にした通りに、このヘタあるじゃないですか。マンゴーの種ってこのちょうどヘタのところまっすぐ、ここから種があります。このヘタから3ミリから4ミリ程度ずらしてこうやって切っていくと、あ、種が触ってしまいました。するこんな風に切れます。種が触ってしまいまして種ごと切れてしまいました。私たちはこうやって言うんですけど、硬いアーモンドのようなちょっと硬い実の中にさらに中に実があります。こんな感じでね、今日の料理は実はこの硬い種ごと使っても大丈夫なんですけど、この中の実はすごく苦いので、これだけは抜いてください。これはまあついてても構いませんし、食べるときめんどくさいなと思う方は剥いてもらっても構いません。ちょっと私もで今日は抜いてしまいますが、機会があればついたままでもやっていきたいと思います。皆さん生のマンゴーの味とか食感とか気になりますよね。じゃあちょっと説明していきますね。この生のマンゴー。はい、いただいてみます。
片目が閉じてしまうほど、まあ普通に酸っぱい正解なマンゴーです。生のマンゴーでいろんなカレー料理するときにあんまり酸っぱくないマンゴーでしょうもないって、なんだろう、面白くないので、これぐらいの酸っぱいマンゴーを望みます。で、ほら、女の人って酸っぱいもの食べたくなる時とかあるじゃないですか。で、私たちも結構子供の頃に生のマンゴーを本当にこのウルシカのアクとかも気にせずにそのままかじって口がいっぱいボコボコになるほど生のマンゴーが大好きでした。で、美味しい食べ方っていうのはハーブソルトなど塩などつけて、うん。食べるとちょっと酸っぱさ、マンゴーのこの酸っぱい感がマイルドになります。気分的にはこうカリカリ梅を食べるような感じでも、塩と一緒に食べてもいいし、そのまま酸っぱいの好きな人はこのまま食べてもいいし、ゆずこしょうとかで食べても結構美味しいですよ。よかったら試してみてください。実は生のマンゴーでもね、ビタミン C と食物繊維が豊富と言われてます。まあ酸っぱい酸味のあるものなんでクエン酸もあるのかなと思うんです。疲労回復と何、お腹の調子を整えてくれる効果があるっていうのがよくアイルベール的なところに書いてあります。なのでインドとかでは果物の王様っていうぐらいに栄養が豊富と言われてます。これは全部ちょっと私も今言い切れないんですけど、確かね鉄分とかも結構豊富だったんじゃなかったかな。この3つ分の果肉なんですけど、見ましょうか。 500g あります。ここからはマンゴーのチャットネを作ります。作り方もいろいろ変わってくるんですけど、今日はまあできるだけ日本の家庭で作りやすいように工夫していきます。クミンシードです。小さじ1杯に鷹の爪、まあ、2個ほどですね。あと黒砂糖を使っていきます。昔ながらの作り方で作った黒砂糖になりますが、まあ普通に日本で販売されてる黒砂糖でも構いませんし、黒砂糖もない場合は普通の砂糖でも構いません。 140g、 塩は大体まあ小さじ半ぐらい、ターメリックですね、約小さじ半ぐらい、ね、ヒングも小さじ4分の1ぐらい、ヒング、アサフェティーダですね。ヒングで検索すると出てきます。今割と日本でもいろんな方がヒングを取り上げてて、まあ割と日本人でも知ってる方たくさんいると思います。それでは早速作り始めます。この辛いという鍋で作っていきます。辛いが温まったら油、大さじ1杯程度入れていきます。今日はオリーブオイル使っていきます。しっかり温まるの待ちます。温まったらね、クミンシードを入れます。クミンシードがバッと広がってきたところに、鷹の爪を割って入れます。多少辛さもあっても美味しいものなんで、種ごと入れちゃいます。青マンゴのチャットネというか、日本ではよく言うチャスネというか、私たちネパール人は、アプコグリオアチャ、マンゴの甘いチャットネという言い方もしてみたり、そして平野の方に住む、インドの近い方に住むネパール人だったらカッティミティ、甘酸っぱいアチャーという、本当に地域によっていろんな呼び名があります。まあいつものカレー作るような感じで、クミンが若干ちょっと焦げてきて、鷹の爪がね、ワインレッド的な色になったら、もうマンゴー入れてしまいます。もう懐かしすぎです。私ももう知ってるの何年ぶりなんですよ。ちなみに買ったマンゴーで作ったことないので、人生初です、買ったマンゴーで作るのが。ひとまずしたらすぐにターメリック、アサフェティーダね、ヒング と、塩を入れてしまいます。少し炒めます。マンゴーの酸味って火を通してもすごい美味しい状態に残るんですね。例えばレモンとかライムの酸味って火を通すとね、ちょっと若干酸化して苦味が出てしまうんですけど、マンゴーの場合はそうではないので、火を通してする調理法にも向いてます、マンゴーは。少しね、マンゴーから水分が出てくるの待ちます。蓋をして水分を逃がさないようにして少し煮込んでいきます。まあ気になったら混ぜるような感じで何分とか決めなくて大丈夫です。焦げなければ大丈夫。マンゴーが溶けてきて、まあ、柔らかくなってきて、
もう焦げないような状態、まだ底が綺麗になってきましたので、先の黒砂糖を入れていきます。でちょっと切って入れて、よく混ぜたらもう一度蓋をし2分ほど煮込む。2分経ったらこんな風になりました。というか黒砂糖ね、グールって言うんですよね。グールが随分溶けてきました。ここまでしたら水をね少しずつ足していって調整していきます。自分の好みの柔らかさに調整していきます。塩分と好みの甘みに仕上げればそれで結構です。水300から350ぐらい入れていきました。ここまでこうグツグツしたら一回火を止めてしまいます。でこの状態でこのまま次蓋をしないで冷ましていきます。蓋をするとまた水滴が落ちて色が悪くなったり痛みの原因になったりします。マンゴーのチャツニーですね、カッティング、甘酸っぱいマンゴーのアチャーになります。甘酸っぱくてあんまりにも美味しいので、どうしてもね、こう作ったこのヘラとかはこうやって舐めてしまうんですね。うん、美味しい。この舐めて、ついつい舐めてしまう、舐めるということはチャクネという意味なんですね。そのチャクネからこのチャクニというのが来てます。この使い方にしては、好きな方はそのままパンに乗せて食べても構いません。そしてネパールとかインドではそのままご飯の横につけて食べたりもしますし、まあ、どちらかというとローティーパラータ、ナンをつけながら食べるためのものではありますが、味変としてバーベキューソースとかに入れてもとっても美味しいです。まあ、過去にマック、何バーベキューソースバーガーのソースの中にこういうマンゴーが入ってました。よかったらぜひ作ってみてください。まあ、持って1週間なんですけど、長く保存させたい方はまた以前の動画のジャムの保存の仕方と同じ方法で長く保存させることもできますので、ぜひそれもたくさん作ったら長く保存する方法も瓶詰めもしてみてください。瓶詰めは他のジャムの動画に何回もしてありますので、そちらで確認してください。今日も動画の方最後まで見てくださってありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もお願いします。でそれではさよなら、また次の動画でお待ちしてます。